男子 5000m 決勝、選手を紹介します。小島海斗、京都産業大学。ため池一太、中央大学。まず毎回注目するのが福岡大学、中尾優花選手。今回は5m75で10位、決勝に進んでほしい選手ではありますが、それでも全国10位、まずはおめでとうございます。中尾優花選手は本大会でもそうでしたが、割と成績にはムラがあります。しかし裏を返せば一発離れば一気に表彰台に上る楽しみもあります。自己ベストは6m17を持ち、7月の南部でも6m13を飛んだばかり。今季の学生ランキングは2位につける実力者です。まだまだこれかも応援しております。そして大学1年生になったばかりの白鳥子選手も注目です。かなりアベレージは安定している選手で、着実に記録は6メートルに近づいていました。6月の日本選手権では向かい風 1.0 メートルながらも5メートル97を飛んで U20 優勝。いよいよ6メートル目前でした。そして8月の特別国民体育大会千葉県最終選考会にて6メートル03を記録、6メートルジャンパーになり挑んだ本大会7着で決勝進出。最後はあの人のごぼう抜きで8着にはなりましたが、1年生初のインカレで見事なご入賞、おめでとうございます。
6メートルは超えているでしょうか。あえて地元に泊まり競技を続ける姿を応援するファンも多い本田希望選手、2回目で6メートル03の好記録で2位で決勝進出。昨年は9位だったことからも大躍進です。ところで本田選手もまだ6メートルに到達していない選手と認識していまして、自己ベストかと思ったのですが、実は昨年の8月の仙台大学の競技会で6メートル03を記録していました。6メートル03は自己ベストかタイですが、果たしてこの最終跳躍は自己ベスト更新となるのでしょうか。跳躍時の映像は乱れてしまいすみません。2位で決勝進出している本田希望選手でしたが、実は6回目で2人もの選手が6メートル03を上回り、ただいま4位、記録更新が望まれます。記録は6メートル03、結果は4位となりました。見事全国で戦える記録です。自己ベストタイ記録を2度も飛んだことは大きな収穫でしょう。これからも応援しております。
食大学、ここまでの記録は6メートル10。